遅い場に UFO 10が増えました。隣の UFO テントしか連動してないですね。多分ラス1のこれ取って単価500円の最大のですね。修正する感じですね。よし。なのではっていう説がね、出てるね。パワー強すぎて邪魔するな。つまみ上げ、つまみ上げ、やった、終了。え？は？なぜか2個目。こんだけパワー強かったら1手で取りたいんですよね。無理かな。あ、これで、あ、これでいけるはず。じゃあもう一回、もう一回、ほらほら、これこれや、はいはい、こうや。一応隣でちょっと同じことできるから検証して終わりたいと思います。
きます。じゃがりこやってみましょう。これでよかったっけ。これやばいよね。あ、取れてしまう。これ押しかな。あれこんな簡単やったっけ。たまたまか。たまたま隣に移動したけど、それからどうやったっけ。そっから始まる。なんか1ヶ月前もっかいさんが撮った時はなんか最後に推しを使ってた記憶がある。ありがとうございます。あの寄せてなんか横向きにしたんですよ最後。確かそうそうそう、こんな感じで。ええもうわけわからんよ。ちょっともう一回やらして。次はあのポリンキー行きます。さっきやったのは手前を左で払ったんですよ。ちょっと待って、なんか物落ちてんねんけど。ちょっといろんなことが起こってるけど一旦冷静になろう。手前半分を左でシャッとやります。やってる。でもこれやばいよな。これやばいよな。手前に棒がないから手前から通すこともできるんだ。棒がないことによって取れた。なんでこんなことが起こんの。これだけなんか違うんですよ土台が。あの遊び場本店のやり方なんですよ。なぜか。これ色違いですね。あーちょっとこれ日本が邪魔しちゃう。これでいったら最高やけど、そんなうまい話じゃないんですよ。あーうまい話だった。500円プラス2回で取れた。やめとこう。やばい。待て。いや、これはやってんな。
込んで箱を傷ませてしまったので、ちょっと責任を持ってやって終わりたいと思います。よし、ありがとうございました。